昼休みか。ああ、昼飯食おうぜ。はい。うん、そうだ。今日屋上で食べない？いいぜ。今日は天気もいいし、気持ちいいだろうな。あ、たくや、それ何？ん？これか？忙しい者の味方、カロリーメイトだぜ。別にお前忙しくねえだろ。へえ、でもそんなのね、足りるの？あ、カロリーメイトは神の食べ物だからな。一つ食べただけで3日は動けるんだぜ。俺は腹減るから夕飯も食べるけどね。おいしい！なんだよ今の。叫ぶなよ。カロリーメイト3日動けないだろう。そういえばこいつ昔からカロリーメイト好きだったもんな。伏せ字になってねえんだわもう。ん？お、志賀くん。またかよ。あいつなんか変わってるよな。教室でもいつも一人でいるし、まあ単に人見知りなのかもしれないけど。あんま触れてやるな。な。放課後、そういえばまた美術部の見学に行ってもらったな。行きたくねえ。またサンバ踊らされるわ。行こうか。ここが美術部の部室か。失礼しまーす。お、ああ、来てくれたのか。今、俺が絵を描いてるところだから見ていくといいぞ。はい。すごい緊張感だ。他の部員の人たちも固唾を飲んで見守っている。はっはっはっ。これ美術部ガチ勢の方々怒るわ。なんて躍動感のあるうんこだ。これをこの短時間で描いてしまうなんて他の部員も感動している。プー、なかなかいい出来だな。そうっすか。芸術っていいよな。自分の中のイメージを作品にすることで新しい自分に生まれ変わったようなすがすがしい気持ちになれる。お前そんな気持ちになったことはあるか？ちょっと申し訳ない、芸術疎いんでないっす。いえ、でも絵を描く先生を見ていて芸術にとても興味が来ました。いや、全く分かんねえわ。そうか、今日はもう終わりだ。入部したくなったらいつでも言えよ。またな。ここ衛生寺美術部っすわ。絶対入学し、事務学じゃねえよ。入部しねえよ。行きまーす。あー、遅刻する。カワミ先輩来たー。またあなたですか。おはようございます。あなた相変わらずドジな人だ。何の注意もせずぶつかってきて、ああ書類が散らばってしまった。すいません、拾います。どうぞ。お、早いですね。どうもありがとう。私の書類を拾ってくれたのはあなたが初めてですよ。拾ってあげろよみんな。あれ、ちょっと出れた。いじめられてんのかな。昼休みか。よう、うん、昨日は部活の見学に来てくれてありがとな。マジ無駄な時間過ごしました。これから部室に行かないか。一緒に危険のティータイムをたしなもうぜ。もう、え、行くのやだよ、行きたくないよ。よう、うん、連れションしようぜ。なんだお前。ああ、今から俺と美術部に行くんだ。絵柄が違いすぎるんだよな。うんうんうん、この前の怪我大丈夫か。俺がなでなでしてやるからこんなやつほっといて行こうぜ。いや、校内一の振り寄ったって所詮は青い風つ。俺みたいな大人のセクシーな魅力の方が、あんだっていいに決まってるだろ。鏡くんがいいな。ベビーパウダーが何言ってるんだか。このショタガオ教師を置いて俺とツレション決定。プリキュアネタですね。あん、ぶっちゃけありえない。もちろん俺とセクシーハネムーンだよな。あー、またプリキュアネタですね。俺とツレションパラダイスに決まってんだろ。そうだよな。もう二人とも死んでください。いや、マジでそうです。何の音だよ。あー、ハラハラした。二人ともずいぶん強引なんだな。放課後は行こう、校長室。セーブさせてくれ。よ、6人分で何か用か。セーブっす。おめえに会うのなんかセーブ以外ねえんだ。まだゲームを…はい、続けます。じゃ、またな。お、鏡さん。小山くん、あなた生徒会に興味ありますか？あります、あります。あなたの優しさに生徒会の人間としての資格を見出しましてね。
どうです、我が高貴なる生徒会室の全貌見てみませんか。見ます、行きます。我がバラモン高校の生徒会は高貴なるメンバーたちが50年の歴史を支えてきました。勤勉さ、上品さ、そして高貴な人柄を兼ね備えた人物だけが生徒会のメンバーになれるのです。僕はその高 IQ と繊細かつ麗しい容姿で生徒会長の座に君臨することができました。そしてあなたにはこの高貴なる生徒会の人間となるにふさわしい、だからあなたを誘ったのです。ありがとうございます。僕はその条件に当てはまらない気がするんだけど、どんなメーターかかってるんだろう。なんだよこれ。おお、 CG っすね。さあ入りなさい、バラ色の生徒会室へようこそ。なんでエコーかかるの。普通なんだよな。なんてことを言うのですか、この麗しきパイプ椅子、儚げなニュアンスを醸し出すホワイトボード、そして深き闇を優しく照らし出す蛍光灯、あなたはこの美しさがわからないのですか。わかんない。ノリツッコミすんな。そう、私にもわかっているのです。この生徒会室は麗しくなんかない、ただの小汚い豚小屋。そこまで言ってないんですけど。あ、はい。我が生徒会はかつて確かに素晴らしい高貴さを保っていました。しかし私の代になった途端、生徒会は陥落。じゃああなたのせいですね。他の役員はどんどん辞めていき、今や役員は私だけ。一体何がいけないのでしょう。生徒会ってそんなシステムだっけ、勝手に辞められるの。聞いたことないんだけど。その性格だからじゃ。今朝書類を拾ってくれるあなたを見て確信しました。あなたのこの優しさは生徒会のかつての輝きを取り戻す力がある。どうですか、生徒会の役員になりませんか。ちょっとお力になりたいですね。あらららくんならそう言ってくれると思っていた。ぜひこの二人でこの生徒会を立て直しましょう。あはあ、なんだかえらいことになっちゃったな。おやすみ。その夜僕は夢を見た。はい、いいよ、目覚めるのだ。目覚ましかな。我が名はしがりずしのりか、この世界の救世主。誰だよ。ああ、うん、よ、一刻も早く目覚めて世界を救う戦士となるのだ。え、なんか何、どういうこと。昼休みか、タクヤとご飯食べようかな。あれ、タクヤがいない、しょうがない、一人で屋上に行こう。出たな、おい学校に猫連れてくんな。かわいいな。シワくんだ、今日は猫を抱えてる。よし、頑張って話しかけてみよう。その猫かわいいね、どっかで拾ったの。死ね。死ねって言われた。初めて喋る人間に死ねってなくね。ああ、でもここは冷静になろう。へえ、そうなんだ。あ、もうすぐ授業だからまたね。あ、うん、俺がうんこする間にどこ行ってたんだよ。ああ、ちょっと屋上で黄昏れたよ。シガシンゴ、気難しそうな人だ。学校に猫連れてくんなよ、放課後だ。ちょっとセーブしようか。よ、セーブだった。まだゲーム。おい、じゃ、またな。あ、あれはタクヤ。声をかけ、かけ、か、かけようか。お、うん、一緒に帰ろうぜ。鏡さんだけ。そうだ、ね、うん、よくないから。お好み焼きなら広島風と関西風どっちが好き。僕は関西風かな。そういやお前、昔から広島風を意味嫌ってたもんな。だってあんな食べにくい形状のどこがいいの。あの広島風好きなやつらが関西風よりハイレベルな、ハイレベルみたいな態度取ってんの、あれ何、俺の周りだけ。本場でもあんななの。死ねよ。どうした、熱くなんだよ。でも広島風にもいいところあるんじゃないかな。何言ってみろよクソが。お前のそういうとこ変わんねえよな。関西の方ですか。ちょっと僕はどっちでもいいんで。脳天気だけど頑固で負けず嫌いでまっすぐで。俺昔からそんな名前に憧れてた。
そういうとこ変わってなくて安心したぜ。なんで今ので NG になんねんだよ。7年前に花々になってもうあることはないと思っていた拓也、そんな彼と今は笑いながら歩く帰り道。とても不思議でなんだか嬉しい。彼のはにかみ笑顔を見てその時僕は強くそう思った。おやすみ。今日は遠足だ。目いっぱい楽しむぞ。おはよう。おはようございます。今日は待ちに待った遠足だな。観光名所に遊園地、楽しみだよな。遊園地、ここは有名なパン工場か。遠足、次はイースト菌を発酵させます。パンのできる工程がよくわかったぞ。勉強になったな。いや、クソつまんねえ遠足だな。次は待ちに待った遊園地だ。お前らくれぐれも迷子になることのないように。じゃ、重行動開始。高校生の遠足じゃねえよな。うん、何しようかな。あ、記念撮影のパネルだ。誰と撮る。川上くんおるやん。記念写真。なぜ僕がそのようなものを。ただでさえこのような低俗な場所にいることが屈辱だというのに。でもあなたが言うのなら付き合ってあげないこともないでしょう。ありがとうございます。ここに顔をはめればいいのですか。はい。顔芸すんな。では解散。今日は一日楽しかったな。遠足すぐ終わったな。昨日の遠足で浮かれ気分のやつもいるだろうが、2週間後は中間テストからな。しっかり勉強しておくように。はい、頑張ります。34点だっけ。ちょっと志賀くんどうでもいいな。お、やった、こっち選んでよかった。いや、あらららくん、中間テストの勉強は進んでいますか。はい、進んでなかったです。そんなことではいけませんよ。バラモン高校の高貴なる生徒として優秀な学力を維持することは義務です。はい。そうだ、今度私の家で勉強会をしませんか。わからないところもみっちり教えてあげますよ。いいっすね。ひどいな下。ちょっとごめん、上だわ。では今度の日曜君の家にお迎えに上がりますよ。お楽しみに。いや、俺んち知ってんの。ちょっとレースやっぱよう。おお、なんか別の選択肢がある。じゃあレンジ君に聞いて。鏡のことか。あいつは感情表現が下手でたまに突拍子もない発言をするかもしれないが、寛大な心で接していくといいと思うぞ。それはそうと、ここでセーブするか。常識人っぽいのにな、パッと見はな。まだゲームを続けるか。やります、やります。おいでもいいな。じゃあ、またな。お、くんの。あ、俺は知ってるな。おはようございます、ナナナさん。お迎えに上がりましたよ。うちでやればよくね。お、リムジン。リムジンこれ。え、これ鏡くんちの車。いかにも、Gの運転するスプラッシュスター号です。さあ、参りましょう。スプラッシュスター号。すごい、鏡くんち金持ちなのかな。着きましたよ。おお、めっちゃ和風の家だな。おお、おすげえ。私の祖父は大手企業鏡コーポレーションの創設者であり、私は後の跡取りなのです。へえ、それって御曹司ってやつじゃないか。このエリートらしい性格から金持ちなんだろうと思ってたけど、ここまでだったと。着替えてきます。少し待っていてください。はい。お待たせしました。僕は家では着物でいることが義務付けられているのです。お前側も着替えたのか。あ、これこの絵柄ならいいな、いけるな。では勉強会を始めましょう。はい。ここは三平方の定理と三角錐の法則を応用して要素液で。要素液、何の勉強やってんの。数学。お、消しが持ちてこれにはならんべ。あ、でもいけるわ。めっちゃイケメンじゃん。おっと、随分可愛らしい消しゴムだと思ったらあなたでしたか。これ、この主人公にそっちのけないともうやばいでしょ。そろそろ終わりにしましょうか。お送りしますよ。
加賀君大ではまた学校できちんと今日の復習をするんですよ。あのガは着替えなくていいですよ。今日のキスわざとだったのかな。まあいいや、疲れたからもう寝よう。その程度なんだな、お前にとっては。今からテスト用紙を配るぞ。はい、では始め。すごい、スラスラ解けるぞ。これが鏡ゼミナールの効果か。テストほとんど解けたぞ。結果が楽しみだ、さすが。あ、とりあえず校長室行こうか。よう、ログ。だいぶ進展したな。まだゲームを続け、はい、じゃ、またな。シュゴ君、どうしようかな。別に声かけなくていいんだけど。いや、声かけてやるか。なんだ。お、こんにちは。帰り道こっち一瞬帰らない。いいぞ。お、意外と素直だ。やったね。なんで素直。どうした。シカ君って休みの日は何してる。映画。ほう、何が好き。ゲッセンキってクソだよな。あの、何が好きか聞いたんですけど、クソ映画の話なんか聞いてねえんだわ。好きな映画を聞いたのにクソ映画をあげるなんて、シカ君って不思議な人だな。いや、文脈が読み取りねえ。やべえぞ。今日から7月か。夏休みまでもうちょっと頑張るぞ。あ、中間テストの順位が張り出されてる。僕の名前はあったゴイト。おお、マジすげえな鏡。あなたがゴイトは上出来ですね。勉強会をした甲斐があった。本当だよ、ありがとう。本当、私にとって1位は当然のこと。1位から転落することは死を意味します。それが鏡イズム、鏡イズムなのです。そうなんだ。テストの結果では、私は委員会の仕事があるので失敬します。いや、俺も委員会じゃん。連れてけよ。俺も委員会だぞ。よう、まだで、おいぐれも、じゃ、またな。今日はプール開きの日だ。今日は早乙女は風邪で休みっと。え、バカは風邪ひかないんじゃないの。風邪ひいてんじゃん。あ、プールだ。ん、お前何してるんだ。やめろー。飛んだな。ときかけかな。生徒会長としてみんなに事故の内容、水質、水温が危険なものではないかを調べていました。おお、さすが。そうか、それならいいんだが。そうなの。準備体操終わり、自由においでいいぞ。やあ、あらららくん、君のクラスと合同の授業とは奇遇ですね。今日は絶好のプール日和。さっきははしゃぎすぎて勢い余って水面に飛び込んでしまいました。やはり泳ぐのはいいものですね。おお、水泳好きか。あいつの水着絶対学校してじゃねえよな。あ、いや、帰ろう帰ろう。西園寺先生、一応声かけてやるか。やばい、教師だけど。あ、うーん、じゃないか。お前も今帰りか。一緒に帰ろうぜ。いや、一瞬帰る気はなかったけど、まあいいよ。好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物か。そうだな、最近は韓国海苔にハマってるぜ。うん、韓国海苔って何に合わせても美味しい魔法の食べ物だよな。ご飯に合わせても、パンに合わせても、餅でも、トッポギでも。昨日はティッシュに韓国海苔を巻いて食ったぜ。パンとティッシュはちょっと聞いたことないっすね。へえ、パないですね。うわ、すげえ興味なさそう。こんな話してたら無性に韓国海苔が食いたくなってきたぜ。俺先に帰るわ、またな。なら、やべえ教師だったな。やっぱ行ってきまーす。よう、ぬぐぬぐりぬの。明日からいよいよ夏休みだな。宿題も大事だが、遊びもエンジョイするんだぞ。名前いちいち変えてくんだよ、ニュアンスも。放課後俺のところに来いよ。
うまいチョコパフェをもらってな。待ってるぜ。マジで？やったぜ。チョコか。いや、僕バニラとか生クリームとかのが。あ、出た。あ、お兄ちゃんだ。また来てたのか。ユウも明日から夏休みでテンション上がってるみたいだな。夏休みは海に行ってお祭り行って花火していっぱい遊ぶんだ。お兄ちゃんの夏休みもプロデュースしなきゃね。大きなお世話だな。プロデュースって何のことだ？決まってるじゃん。好きな人と一緒に夏休みの思い出を作ることで彼との距離はぐっと縮まる。名付けて夏の大接近プロジェクト。おお、来たね。それって僕を誰かとくっつけさせようってことか？何勝手なこと言ってんだ。しかしユウのめちゃモテプロデュース力もバカにできないぞ。ここは素直に耳を傾けてみるのもいいかもしれないぜ。はあ。お兄ちゃんもモテ子に変身ですわ。また絵柄変わったな。突然。それに恋をする気がなくても思い出作りは夏の醍醐味だろう。楽しみに越したことはないじゃないか。一度くらい誰かを誘ってみたらどうだ。このゆうちゃんなら僕いけるな。やった、うん、お兄ちゃんのアバンチュール大作戦決行だね。いや、やっぱ無理だな。これ性格があれだからな。ふふ、分かってますよーだ。結構結構、ここでセーブするか。ちょっとしようかな。まだゲームを。おい、じゃあまたな。夏休みエンジョイジョイだぜ。はい、頑張ります。アバンチェルか。別にそんなこと期待してないけど、せっかくだし誰か誘ってみようかな。おい、はい、もしもし。あ、鏡くん、さくらさんとだけど、明日から夏休みだし近いうちにどっか遊びに行かない？遊びにですか。夏休みは毎日勉強に費やすつもりの私ですが、1日くらいなら付き合ってあげても結構ですよ。ありがとうございます。そうか、よかった。どこに行こうか。やっぱり夏の醍醐味、花火大会かな。花火大会。ああ、人々がゴミのように集まってゴミくずのような爆発物を鑑賞する行事ですか。そうですね、一度くらい庶民の娯楽を体験してみるのもいいかもしれませんね。こいつネガインキャなんだよな。うん、じゃあ今度の火曜日夕方にラブラブ広場で待ち合わせね。やったね、約束成立。今度の火曜楽しみだな。いやー、やだな、なんかすげえ文句言いそうじゃん、あいつ。鏡くん、まだかな。おや、もう来ていたのですか。約束の時間にぴったりに来たのですが。お、うん、待って待って、お前和服で来いよ。側が。さあ会場に参りましょう。どこで吹き込まれた、そんな。かがみくん、その格好は。祭りと聞いてきたので相応の格好をしてきました。そういえばあなたはやけにカジュアルな格好をしていますね。衣装がなかったのですか。その衣装持ってるやつもなかなかいないと思うけどな。かがみくん、今日のお祭りはサンバの衣装では踊らないんだよ。着飾ってもせいぜい浴衣くらいだよ。なんですって。祭りだというのに着飾ることを怠るとは、愚劣な平民どもだ。私のこの美しさで祭りは優雅であるべきということを知らしめてあげましょう。サンバって優雅って感じじゃないんですけど。鏡くん、今すぐ島村に行って普通の服買ってこよう。今すぐ早く。島村は伏せないんだ。おお、これいかんね。そうか、このお祭りは和の空気を尊重しているのですね。そうと知っていれば。私の勉強不足でした。いやー、お前日本にあんま住んでなかったのかな。まあまあ、過ぎた失敗なんて気にしないで雰囲気を楽しめればいいと思うよ。ロラナナ君、これは一体庶民のお祭りではこのようなものを堂々と売るのですか。なんと卑猥な。何言ってんだよ、どうした。それはチョコバナナだよ。なるほど、ジャンクな味ですがなかなかの美味しさ。たまにはこのような食べ物もいいものですね。そうですね、なんだかんだ言って楽しんでるみたいだ。よかった。あ、もうすぐ花火が始まるよ。花火というものは
写真でしか見たことがなかったのですが、実際に見るとなかなか美しいものですね。さっきゴミクズみたいなこと言ってたんだけどね。一瞬の輝きを見せて散っていく、まるでイケメンの人生のような儚げなニュアンス。ここでいい。はい。ああ花火、夜も引っ張れ、I love you。 あらー君、今日はありがとう。素敵な夏の思い出ができました。はい、僕も楽しかったよ。またね。なんでこの格好で返すんだよ。普通に島村で買った服で返せや。かがみくん楽しんでくれたみたいでよかったな。早着替えかな。デートうまくいったみたいだね。ああ楽しい祭り、お祭りだったよ。でどこまで行ったの？ A はもちろんしたよね。ABC で恋のあれ振るのってもうかなり古い人だと思うんだけどな。何もしてないよ、ただの友達だし。ふーん、まあいいけど。とにかく夏の思い出を作ったことで2人の親密度は大幅アップ。夏休みが明けたらもっと仲良くなれるといいね、お兄ちゃん。そうっすね、これからもっと仲良くなれたらいいな。お兄ちゃん今日はお疲れ様。じゃあおやすみ。はい、おやすみ。さあ夏休みが終わって今日から学校だ、頑張るぞ。ジロちゃん喋んなかったな今。あれ、とりあえずセーブしますけど、あれフルボイスじゃないの？まだゲームを続く。突然フルボイスになった。じゃよ、うん、一緒に帰る。私と一緒に帰りましょう。あー申し訳ない、鏡くんと帰ります。おお、イケメンになってる。一緒に帰る約束してたんだよ。めっちゃイケメンになってんじゃねえか。こっちだわ。だから何ですか、誰と帰るかは君が決めることです。はい、いや鏡だよ、当たり前じゃん。あっち、分かったよ、またな。じゃあね。あの早乙女とかいう生徒どうも気に入らない。あの庶民派が正義だと思っているところが気に入らない。そう思いません？くん。がばかないでくんないかな。ではまた明日。友達の悪口言わないでほしいんですけど。うん、学食行こうぜ。はい。どうしたんだ？マジかよ。そうだ、これ食えよ。カロリーメイト。お前カロリーメイトばっかだな。これさえあればご飯いらずだぜ。なんせ神の食べ物だからな。神？何が神ですか。またお前か。おお、イケメンになってる。鏡レンジ。話は聞かせてもらいましたよ。くん、私が激セレブなランチをおごって差し上げますから、そのカロリーなんとかっていう低俗な食べ物を食べるのはおやめなさい。いやそっちのがいいな。あとお前側はずっとそのままでいてくれ。お、もう一度言ってみろ。どうした、お前も突然イケメンになるな。カロリーメイトなんて庶民的な食べ物、僕の口には合いませんね。なんだと？カロリーメイトを舐めるな。カロリーメイトは美味しいだけじゃなくて栄養も豊富で、朝ごはんが食べれない朝でも。ああ、はいはい、死ね死ね、庶民死ね。ちょ、庶民ディスりすぎっすね。お、カロリーメイトフルチャージを食え。あ、おいしい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 。おい、なんだなんだよ。その声は学園中に響き渡った。どんだけでけえ声出してたんだよ。私は今神の味を知った。早乙女くん、庶民の食べ物もなかなか捨てたものではないですね。お、結構素直だ。今日のところは見逃してあげましょう。あいつなかなか素直なとこあるじゃん。お前ら側は変わんなって。二人が弱いのことで和解した。これで二人の仲も少しは良くなるかも。いやー、いや、これですか。三つるぎ先輩、一応声かけてやるか。先輩、一瞬帰りませんか？おう、いいぜ。そうだ、今日はこれからカフェに寄ろうと思ってたんだが、一緒に行かないか？カフェ。え、はい、ぜひ。俺の行きつけのカフェ、アルマドールだ。いい雰囲気だろ。
あなたなんで絵柄変わるんすかね。色鉛筆、素敵ですね。先輩がこんなおしゃれな店で一人放課後ティータイムをたしなんでいたとは、意外な一面もあるんだな。軽音かこいつは側変わってもあんまりだな。ちょ、食べ物の話するか。先輩の好きな食べ物って何ですか。俺はカズノコが好きだぜ。はあ、あのプリプリの見た目、官能的な歯ごたえ、たまんねえよな。俺が海洋生物だったらカズノコと結婚したいぐらいだぜ。さようでございますか。そういえばお前ってなんかカズノコに似てるよな。ディスられてんのこれ。他にはない歯ごたえがあって、卵のように無限の可能性を持っている。ひょっとしたらお前カズノコの生まれ変わりかもな。あ、これディスられてんな。お前のことカズノコボーイって呼んでもいいか。最高のあだ名さで、カズノコボーイ。なんつったなんつったなんつった今。今のとこ構んだろ。なんだか素敵な会話ができた。よかった。そっか。あ、そうだ。ユウに借りてた CD を返さなきゃ。はーい。ここでセーブするか。おお、待て待て。ジローちゃんのモノマネでした。似てる？声帯変えてんじゃねえ。これからはユウのところでもセーブできるようになったから、セーブしたくなったらユウのところに来てね。よろしく。あ、はい。それはそうと、何の用？じゃあちょっとセーブします。まだゲームを続ける？あれ、ちょっと今声変わってない君。お兄ちゃんは頑張り屋さんだね。無理しないでね。ちょっとこの声いいな、この声いいな。何これ、バージョンアップしてんじゃん声。クソだわ。あ、いいな今の声。じゃまたね。おー、声変わんな、声変わんな、声変わんな。おやすみ。